こんにちは。今日は好きなイラストをシールにする方法、こんな感じで簡単にシールが作れるので、このシールの作り方を紹介したいと思います。はい、用意するものはこの自分が作りたいイラストの絵です。絵ですが、これは家で印刷するとちょっとシールができないので、コンビニで印刷してください。であとは、まあ、切る用のハサミと、あとテープと、あと後で水を使うので、お皿でも何でも大丈夫です。水が入れられる入れ物を用意してください。で、出来上がりはこんな感じに塗って、よいしょ、ペットボトルとかに貼るとこんな感じになります。よし、では早速作っていきます。で、テープの幅がこのくらいで、今日用意した絵はこのぐらいで、ちょうどテープの幅に入る大きさにしてあります。で、まずこのシールにした絵の周りを切ります。こんな感じで絵の周り少しだけ残して切ります。で、これに対してテープは、よいしょ、ちょっと待ってごめんなさい、大きさこのぐらいで、よいしょ、いいからちょっと今のはびっくりした。このぐらい今日使います。で、ちゃんと貼りますね。ちゃんと貼ります。よいしょ、よし。で、このテープのペタペタしてる部分に印刷してある面が貼り付くように貼ります。で、これで準備は OK です。はい、じゃあこれ今貼れたので、これに、ん？これを水につけていきます。さっきの、よいしょ、入れ物にお水入れました。で、これを水に入れます。以上、絵のところ押さえてたら大丈夫、ペタペタしない。で、これでちょっとだけ絵の部分を押して水が染みるようにします。よいしょ、やると、よいしょ、一旦これでどうしようかな、30秒ぐらい置いておくと紙が柔らかくなって紙が取れやすくなるんですけど、あとはこすって、紙をこすって完成完成なので、よし、ちょっとやっていこう。全然30秒経ってないけどできるかな。ちょっと染みてる部分からこう軽く指でこうやってこすっていきます。そうすると、え、わかりますか、わかるかな、髪が取れてるのわかりますか。あ、ほら、絵が見えてくるでしょ。どっち向き、こっち向きかな。あ、ほら、すごい取れるんですよ。このね、髪を取る時間がね、もうポロポロ取れてすごく楽しい。何も考えないでずっと無心でできる感じがすごい楽しくて、私はシール作るの好きなんですけど、どうだろう、見えるかな、こんな感じで。さっき少し周りに残しておいた理由としては、この印刷の端っこの部分切れちゃったりしないように、白い部分が周りから取れるようにすると、ちゃんと印刷した部分全部きれいに残りますよっていうこともあるらしいか、うん、調べた結果ですけどその方がやりやすいので、白い部分ちょっとだけ周り残しとくとすごい作りやすいです。
ごい、できてきましたよ、ほら。よいしょよいしょ、もうちょっと。で、これでだいたいこれで白いところが全部取れたら、よいしょ、ちょっと洗って、よいしょよいしょよいしょ、よいしょ、こんな感じでシールができます。ただちょっと今これだとまだ紙がここ残ってる部分とか裏もまだ汚れちゃったりしてるので、ちょっと水をあと2回ぐらい変えて綺麗にしていきたいと思います。これ今2回目です。んーで、あ、3回やらなくても大丈夫かな、今日はちょっとザラザラとゴソゴソとしてみて、あ、でもちょっとやっぱり汚れ取れるの分かるかな、やっぱりちょっと残ってる部分が、よいしょ、これで綺麗になるので、で、よいしょ、あ、だいたい取れた、触ってみて全然ザラザラしてなかったら髪が残ってないので、これで大丈夫そうかな。ちょっと周りとかに汚れがつかないようにしてもらって、よいしょ、あ、大丈夫そうですね。よし、そしたらこれでシール完成なんですが、このまま、これをタオルとかティッシュで拭いちゃうと、そのペタペタしてるところに繊維がくっついてしまうので、濡れたままいきます。で、今日はよいしょ、さっきはねペットボトルに貼ってたんですけど、これに貼ってみたいと思います。よいしょ、ちょっとお水さようなら、よし、上に貼ろう、よいしょ、ペタッと、ちょっと下手かもしれないですが許してください。こんな感じで、ちょっとこれで軽くやって、あとでこれでちょっと周りはちゃんと拭いて、あったかもしれない、ごめんなさい。ちょっと周りは綺麗に拭くと、これでだいたい密着します。で、こんな感じに綺麗にシールできました。で、ちょっと見やすいようにね紙入れてみますけど、こんな感じでプリントした絵が綺麗にシールになります。よかったら皆さんもタンブラーとかコップとか好きなものにこうやってシール作って貼ってみて遊んでみてください。